ちょっと牙を向いてきましたね。そうですね、うん、あの最新の情報だと、はい、割合もそのなんていうか、日本のさまざまなその情報をこう収集する、はい、まあまあ、スパイというかですね、まあ、そういう人たちもいるわけですけれども、はい、まあ、ハニトラを今まで仕掛けてたのが、この去年行った時にはハニトラ仕掛けられなかったっていうようなことで、割合そのなんていうか沈静化というか、逆にもう向こうは情報をそうやって取らなくてももう十分取ったと、逃げたと、はい、いうようなことかなというふうに思ってたんですけれども、まあ、あのその私とあの今その話をした情報の担当者はですね、別にあのハニトラをあの食べちゃったわけじゃないんですけれども、はい、まあ、あのいつもトントンって来るのに、あれこれ来なかったなっていうような形でですね、はい、はい、それでなんかあの、まあ、他国のいろいろそういう情報担当者も中国の中に入ってるわけじゃないですか、でなんか同じホテル泊まってたんですって、で来たって聞いたら、いや来なかったねとか、そういえば来なかったね、そういうことはもう今まではもう必ずトントンが当たる、ね、いやそうですそうです、で私の知り合いはあのホテルのフロントだとか、あのベルボーイとかに、俺日本人とかっていうふうにアピールしたそうなんですけれども来なかったそうです、はい。ちなみにあのハニトラの手口は分かってますかね。はい、はい、はい、まあ、いろいろなことがありますけど、大体、はい、トントンってやって、僕が聞いてるのは、はい、あのガチャって開けたら、はい、あのお花を持ってまいりましたっていうのを聞いてるんですけど、ね、はい、はい、あの上のこと言われて、はい、あの花をお届けに参りましたって、はい、いや花が頼んでないって、はい、それ困りますと言われたんで、はい、お貸しくださいで行って花持って行ったら、はい、なかなか部屋から帰らないとね、あ、まあ、そういうパターンは聞いてるんです。いやもうあのあれですね、まさにそういうパターンでトントンって言って、うんうん、私があの聞いたある政治家に、うん、教えてもらったパターンは、うん、まあ、その政治家の人もあれなんですけども、うん、あの声には及んでないんですけども、はい、トントンって言って、うん、ガチャって開けて、うん、でまあもうすごい綺麗な女性が立ってるんですって、はい、でまあ、その人はこうやってバタンってすぐ閉めたらしいんですよ、うん、はい、あの俺はそういうことせえへんからなみたいな、うん、まあ、そういうと西の人なんですけども、はい、でそうしたら、でまあ、ストッパーこうドアストッパーかけるじゃないですか、はい、それでなんか寝てたらガチャ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 っていう風に言うんで、あ、また来たなって言って、まあ、ドアストッパーで止まるからいいかとかって言って、ただ合鍵でガチャって開けて、うん、ドアストッパーのところでビーンって止まるじゃないですか、はい、そしたらこの隙間からシクシク泣くんですって、はい、それで情にほだされると中に入ってきちゃう、はい、でこんなも聞きましたよ。その部屋に入る前に、はい、部屋に入る前に大体こう用心だと食事しますよね、はい、食事してるこう酒とか食べ物とかに、はい、いろいろ物入ってるらしいで、はい、だからそれ食べて部屋に戻ったら、はい、なんかしなくて体がカッカカッカして、あのいわゆる再飲剤の再飲剤ね、だから中国3000年の歴史やからね、もういろんな漢方の飛躍がいっぱい入ってて、はい、何かの角とかね、そうそう、ムラムラすんなムラムラすんな、なんかしなくて俺かなんか俺今日はちょっとなんかおかしいな、はい、その時トントンで開けたらもうめっ絶世の美女ですからね。でまたね、要は僕が聞くのは、はい、その、政治家とかね、はい、そういう人の、そのどんな好みかまで調べてるらしい。つまり、タレントはどんな好みか、だからその好みの顔の女性が来るわけや、はあ、だから男が好みやったらそういう美男子が来るわけや、そうそう、男用もあるわけや、男、あの議員はあれ女に興味ない、あれ男に興味あるわけで、あの特に好きなのはあのジャニーズのこんな顔が好きやから、そんなやつが そんなやつが来るわけや、それあれですよね、なんかこう美女が来て、あれあのタイプ違うでとかって言ってガチャンってやったらなんかチェンジで来るんですよ、いわゆるチェンジで、やだやだな、ほら一人じゃ足らねえ、2人来いよ言ったらね、2人来るよ、民間人が仕掛けられたっていう話も私聞きまして、それで、私の友人なんですよ、はい、で向こう側から連絡があって、はい、来たと、でどうだったのっていうことになったらですね、3人来たと、お、同時にですか、同時に、まあ、ホテルの部屋の中にはもうカメラだ、なんだ、録音機だとかも全部ついてるわけですけれども、まあ、政治家に仕掛ける場合というのはもうその現場が捉えちゃったらもうアウトじゃないですか、で民間人に対しては別にそれは自由恋愛だっていうふうに言えば OK じゃないですか、で、まあ、手口は一緒なんですけれども、3人来て、で、まあ、その方が非常に真面目な方なので、まあまあまあちょっと中に入ってもらって事情を聞きましょうということで、ソファーに3人座らせてなんか事情を聞いてたんですって、そしたらなんか女の子の方たちも情にほだされてきたのか、何か結構そのまんまいろんな話してて、でそれで帰る時に何歳って聞いたら一人少女が入ってました、分かんなかったそうです。でですので、それから推測されるのは、いや民間人だから関係ないでしょって言った時に、年齢少女が入ってますよ、はいはい、まあ、向こうの法律はどうか分かりませんけど、はい、やっぱり多分あるでしょうね、その要するに、まあ、日本の淫行条例みたいなので、はいはい、いわゆる子供と、はい、
したってことでやられる。もう大人びた格好で全然分かんなかったそうです。はい、手が込んでますね。まあ、あのよくあのロシアとか中国とかそれぞれ国柄によってもハニートラップの仕掛け方が違うなんていうのもね、うん、聞きますけどね、うん、僕も70超えたら政治家になってハニートラップにかかるんですよ、ね、だからもうこれでもあれですよ、まあ、あの政府関係者っていうふうに濁しますけれども、すごい強者がいて、うん、であのハニートラップを、うん、食ってきたと、うん、で向こう側になんかあの脅されそうになったそうなんですけども、いやもううちお母ちゃんも全部知ってるからもう何でもどうぞと、その代わりあなたたちの手口は全部バレますよと、それぐらいの強者だったらあれですけどね。そうね、そう、僕も70超えたらもうどんな薬でも持ってきてくれと、元気にしてくれわしを言って、今日飛ばしすぎじゃないですか。もう写真ですけど、先生、やった先生、あの全部写真撮りました、かまん、僕のケツの中まで出してくれ、はい、まだ8時半ですから、うもうちょっとどうも抑えていただいてお願いします。もうそうね、あの普段の視聴者議員さんもお見えですから、ちょっともうちょっと抑えていただいて、分かりました、はい、私がハニトラップ話しったんですけど、いや、まあ、だいぶハニトラップになりましたけど、はい、まあ、今回は、いわゆる中国はですね、はい、もうアメリカのいわゆるスパイ組織を崩壊したさと言われてますよね。いわゆるもうこうね、スパイってね、一人作るのはものすごい時間かかるんですよ。あの一人のスパイ作るのにもう何年もかかって、はい、こしらえるんですよね。それをね、柔軟に今これ見ると20人ぐらいこうやられてるんですよね、はい、あの処刑されただけでも12人、はい、でもこれでそのアメリカの CIA はもうあの中国のスパイもが壊滅したいんですが、これはアメリカにとっては相当痛手ですよね。これおそらくあのミッションインポッシブルとかスパイ映画あるじゃないですか、はい、まあ、ですのでチームが壊滅したというか、これその情報提供者っていうのはそのアメリカ人ではなく、おそらくこれ中国人なんですよね、はい、だから内部に染み込ませてる、浸透させてるやつですよね、はいはい、でなんか見せしめでそのなんていうか、仲間が見てる前で銃殺されたみたいな話も他の記事で見ましたけれども、まあ、あれですね、いわゆるおそらくそのまあ一つのチームみたいなところで、はい、もうおそらくこう繋がってるネットワークがバレちゃって、そこをやられたんだと思うんですけども、また他に入ってるチームとかはあると思うんで、まあ、そっちの方がどういう動きになっていくかってことだと思いますけども、はい、まあ、おそらくね、ああいうこういうあの向こうは拷問もありますからね、はい、あの要するに、ね、スパイ同士の連携ってあんまりないと思うんですよね。じゃないと一人やられたら、あの拷問でもう次々仲間を言いますから、だから仲間同士は切れてると思うんですが、それでもやっぱり中国ももうすごいことやりますから、もう、はい、まあ、なんかその中ね、この中にあったら無実の人もおったと思うんですけどもね、あのただでも、まあ、アメリカと中国の、まあ、スパイ合戦ですけど、今回日本人がなんかそれに巻き込まれた感じですね。あの6人が拘束されてる、はい、そうですね、はいはい、でこれはどうもニュースに読むと全然関係ない民間人みたいですけどね、まあ、以前あの私企業で言えば藤田でしたね、はいはい、確かね、拘束された件になりましたけども、はいはい、こんなたびたびやられたの、よくね、ですよね、日中関係がうまくいかなくなるとき、例えば何年か前に2010年でしたか、尖閣諸島で、向こうの船がガーンとぶつかって、はいはい、で中国人の船長を拘束しましたよね、はいはい、でそこの時は中国は報復で、はい、日本の民間人を何人も拘束しましたよね、はい、だから、はい、だから中国は厄介なのはですね、ちょっと揉め事があるとその報復で日本の民間人をスパイ容疑で拘束しますよね、でも今回今のところは日中はそういう特に問題がないんですけど、これやっぱりこれどういうことですよね。まあ、これはその、まあ、拘束されているということは、出先の大使館ですとか高官領事館とか分かっているはずなので、まあ、あの中国と解放に向けてのまあ交渉というか、まあ、そういったものをやっているというふうには思うんですけれども、まあ、これはそのなんというか結構ですね、まあ、あの向こうのその手駒のカードというようなところと、あとはそのなんていうか、これ地下探査の技術者だと思うんですけれども、はい、まあ、そういったもののその技術をまあ聞き出すというか、まあ、どこまで進んでいるのかというようなことも含めてですね、で、まあ、あのそれをそのすぐ利用するとかっていうことではないとは思うんですけれども、まあ、あらゆる情報収集活動のまあ一環というようなことでもあるんだと思うんですが、まあ、これ拘束されている方はたまったもんじゃないんで、はい、で、あのちなみに、CIA の情報提供者って日本も結構多いので、おそらく各国 の、まあ、あの情報提供者をスパイとまで言うかはあれなんですけれども、多分各国に対する情報提供者は一番、その日本は CIA に対する情報提供者が一番多いと思います、はい、まあ、中国とかよりもですね、はい、サイバー上の戦争だけじゃなくてこういうところでもね、ただあれですね、こういう事件を見るためにまあ、僕らこう連想してしまうのは、連想というか、まあ、あの思い浮かべるのは
日本にはスパイ防止法が全くないそうですね。そうですね。日本は本当スパイ天国なんですよね。だから、ね、もう民だからよくその もちろんその政あのいわゆる政府の公式的な情報もよく盗まれるんですが、例えば民間の技術とかも盗まれ放題ですよね。そうですね。はい、これまあですんで留学生もですね。そのまあ、技術を習得して向こうに持ち帰るというミッションを受けている人もいますし、はい、そうだからこれすごい怖いのは、はい、これ、まあ、下手に言うとそのいわゆる民族差別とか言われてしまう恐れもあるんですが、まあ、あるもあくで可能性として、日本には例えば日本の大学に入る例えば東大とか京大に来るその中国人留学生いますよね。たくさんいます。でそういうのは日本の企業に入ります。でまた日本の企業もそういう人たちをよく取ります、はい、これは非常に僕は危険な要素があると思うんですよね、うん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 。今和田さんが和田先生がおっしゃったように、はい、そういうミッションを受けている留学生もいる可能性がちょっと高いんですよね。でそういうのが例えば営業とかそういう販売とかいうことだったら問題ないんですけど、いわゆる研究部門に入る。そうですね。はい、いわゆる日本のメーカーの研究部門に入る、はい、例えば鉄鋼とか、あるいはその電子機器とかこういうところに入って、はい、でそういう技術そういうノウハウを習得して、でそれでその情報を全部その中国に流してしまうというこの恐れがあるんで、僕はねまあ、これはねまあ、もう一律禁止するということになってくると、これはまあいわゆる民族差別あるいは中国人差別ということになってくるので非常にこれ難しいんですが、そうですね、でも非常に危険な要素はありますよね。実は私の、まあ、親族がですね、政府系の研究機関にいたんですけれども、はい、民主党政権時代の事業仕分けで研究予算がものすごい削られたんです。もう鬼のように削られて、で今までは日本の大学院博士課程修了の人間をですね、卒業いわゆる修了者を恐れないの値段でまあ雇ってたんですけれども、はい、それができなくなっちゃって、はい、でそうなると中国ですとか韓国の博士号取得者を、はい、まあそれなりの、まあ、金額ではあるんですけれども、日本人に比べては安い金額で雇用するという状況になって、で当然まあ守秘義務はかかるわけなんですけれども、日本の最先端の研究をその日本人がやらなくてはならないところを中国や韓国の研究者に入ってもらってやって、で日本にいるときは守秘義務かかってるんで、さすがにあれだとは思いますけれども、帰国してしまえばもう関係ないので、それで日本で習得した技術をもとに例えばこの大学で研究とかって言ったら、まあ、それはその要は学術に生かすんだから、それはもう別に関係ないんじゃないかみたいなことになっちゃうと、まあ、その私の親族も怒ってやめましたけどね、やめて今ちょっと大学行ってますけれども、はい、いや本当にね、今はもう、民間の技術と軍事技術というのが、はい、もう線引きできませんもんね、はいはい、もう民間技術はもうすぐに軍事技術に転用できますから、はい、もうだからミサイル機器にしてもコンピューター、そういうその軍関係のコンピューター技術にしても、これもほぼ民間技術からの転用ですもんね。そうですね、はい、まあ中国の軍事技術については、まあ最新の状況ですと、今まではもうあちこちの部品をかき集めてきて独自開発できる部品っていうのは実はそんなに多くなかったんですけれども、割合その高度に部品を作れるようになってきてですね、まあですんで、まあ例えば航空機だとこう曲がってないといけない、こうまあ途中 U の字になってなくちゃいけないのを、まっすぐの部品をこれまっすぐだろうっていうふうに、でそれでまあ繋いじゃったら結局その飛行機飛ばなかったみたいなことがあったんですけれども、今はその忠実にそういうところの部品もですね、自分たちでこう作れるようになってるっていうことなんで、はい、いやね、新幹線は埋めちゃう一方でこういうところではね、どんどん、そうですね、いや日本は本当にその資源も何もないから、技術を高めてそれをまた世界に売っていって、これでなんとかやっていってるのに、その技術をただで盗まれたらちょっと日本の将来非常に危険ですよね。はい、だからその好みの顔の女性が来るわけや、はあ、だから男が好みやったらそういう美男子が来るわけや、そうそう、男用もあるわけや、あの議員はあれ女に興味ない、あれ男に興味あるわけや、特に好きなのはあのジャニーズのこんな顔が好きやから、そんなやつが来るわけや、はあ、それあれですよね、なんかこう美女が来て、あれタイプ違うでかって言ってガチャンとやったらなんかチェンジで来るんですよ、今チェンジで来るんですよ、やだな、もう俺は一人じゃ足らねえ、2人来いよ言ったらね、2人来るから、民間人が仕掛けられたっていう話も私聞きまして、それで私の友人なんですよ、はいはい、で向こう側から連絡があって、はい、
来たと、うん、でどうだったのっていうことになったらですね、うん、3人来たと。同時にですか。同時に、まあ、あのホテルの部屋の中にはもうカメラだ、うん、なんだ録音機だとかも全部ついてるわけですけれども、まあ、政治家に仕掛ける場合というのはもうその現場が捉えちゃったらもうアウトじゃないですか、はい、で民間人に対しては、うん、あの別にそれは自由恋愛だっていうふうに言えば OK じゃないですか、うん、まあ、あの手口は一緒なんですけれども、うん、3人来て、うん、でまあ、あのその方が非常に真面目な方なので、うん、まあまあまあちょっと中にあの入ってもらって、うん、事情を聞きましょうということで、ソファーに3人座らせて、なんか事情を聞いてたんですって、うん、そしたらなんかあの女の子の方たちも情にほだされてきたのか、うん、何かあの結構そのまんまいろんな話してて、うん、でそれで帰るときに何歳って聞いたら一、うん、人少女が入ってました。分かんなかったそうです。でですのでそれから推測されるのは、いや民間人だから関係ないでしょって言った時に、年齢、年齢少女が入ってますよ、はいはいはい、まあ、向こうの法律はどうか分かりませんけど、はい、やっぱり多分あるでしょうね、その要するに、まあ、日本の淫行条例みたいなので、はいはい、あのいわゆる子供を、はい、としたってことでやられる、ね、もう大人見た格好で全然分かんなかったそうです、はい、手が込んでますね、はい、まあ、あのよくあのロシアとか中国とかそれぞれ国柄によっても、うん、ハニートラップの仕掛け方が違うなんていうのもね、うん、聞きますけどね、うん、僕も70超えたら政治家になってハニートラップにかかるんですよ、はい、だからもうこれでもあれですよ、まあ、あの政府関係者っていうふうに濁しますけれども、すごい強者がいて、であのハニートラップを食ってきたと、で向こう側になんかあの脅されそうになったそうなんですけども、いやもううちお母ちゃんも全部知ってるからもう何でもどうぞと、その代わりあなたたちの手口は全部バレますよと、それぐらいの強者だったらあれですけどね。そうね、そう、僕も70超えたらもうどんな薬でも持ってきてくれと、あの元気にしてくれわしを言って、ちょっと飛ばしすぎじゃないですか。もう写真でも写真 ですけど、先生やった先生、あの全部写真撮りました、かまん、僕のケツの中まで出してくれ、はい、まだ8時半ですから、もうちょっとどうも抑えていただいてお願いします。もうそうね、あの普段の視聴者議員さんもお見えですから、ちょっともうちょっと抑えていただいて、私がハニトラの話だったんですけど、いや、まあだいぶハニトラになりましたけど、はいはい、まあ、今回は、いわゆる中国はですね、はい、もうアメリカのいわゆるスパイ組織を崩壊させたということ、はい、その代わり、あなたたちの手口は全部バレますよと、それぐらいの強者だったらあれですけどね。そうね、そう、僕も70超えたら、もうどんな薬でも持ってきてくれと、あの元気にしてくれわしを言って、ちょっと今日飛ばしすぎじゃないですか、もう写真でも写真 ですけど、先生やった先生、あの全部写真撮りました、かまん、僕のケツの中まで出してくれ、はい、まだ8時半ですから、もうちょっとどうも抑えていただいてお願いします。もうそうね、あの普段の視聴者議員さんもお見えですから、ちょっともうちょっと抑えていただいて、私がハニトラの話だったんですけど、いや、まあ、だいぶハニトラになりましたけど、はいはい、まあ、今回は、いわゆる中国はですね、はい、もうアメリカのいわゆるスパイ組織を崩壊させたと言われてますよね。はい、そうですね、いわゆるもうこうね、スパイってね、一人作るのはものすごい時間かかるんですよ。あの一人のスパイ作るのにもう何年も何年もかかって、はい、こしらえるんですよね。それをね、10何人、今これ見ると20人ぐらいこうやられてるんですよね、はい、あの処刑されただけでも12人、はい、でもこれでそのアメリカの CIA はもうあの中国のスパイもが壊滅したいんですが、これはアメリカにとっては相当痛手ですよね。これおそらくあのミッションインポッシブルとかスパイ映画あるじゃないですか、はい、まあ、ですのでチームが壊滅したというか、これその情報提供者っていうのはそのアメリカ人ではなく、おそらくこれ中国人なんですよね、はいはい、だから内部に染み込ませてる、浸透させてるやつですよね、はいはい、でなんか見せしめでそのなんていうか、はい、仲間が見てる前で銃殺されたみたいな話も他の記事で見ましたけれども、はい、まあ、あれですね、いわゆるおそらくそのまあ一つのチームみたいなところで、はい、もうおそらくこうつながってるネットワークがバレちゃって、そこをやられたんだと思うんですけども、また他に入ってるチームとかはあると思うんで、まあ、そっちの方がどういう動きになっていくかってことだと思いますけども、はい、まあ、おそらくね、ああいうこういうあの向こうは拷問もありますからね、はい、あの要するに、ね、スパイ同士の連携ってあんまりないと思うんですよね。じゃないと一人やられたら、あの拷問で、拷問でもう次々仲間言いますから、だから仲間同士は切れてると思うんですが、それでもやっぱり中国ももうすごいことやりますから、もう、まあ、なんかその中で、ね、この中にあった方無実の人もおったと思うんですけどもね、あのただでも、まあ、アメリカと中国の、まあ、スパイ合戦ですけど、うん、今回日本人がなんかそれに巻き込まれた感じですね。あの6人が拘束されてる、はい、そうですね、はい、でこれはどうもニュースに呼ぶと全然関係ない民間人みたいですけどね、うん、まあ、以前私企業で言えば藤田
でしたね、はいはい、確かね、拘束された件もありましたけども、はいはい、こんな、たびやられたの、よくね、日ですよ、うん、日中関係がうまくいかなくなるとき、例えば何年か前に、2010年でしたか、尖閣諸島沖で、向こうの船がガーンとぶつかって、はいはいはい、で中国人の船長を拘束しましたよね、はいはい、でその時は、中国が報復で、はい、日本の民間人を何人も拘束しましたよね、はい、だから中国が厄介なのはですね、ちょっと揉め事があると、その報復で日本の民間人をスパイ容疑で拘束しますよね、でも今回、今のところは日中はそういう特に問題がないんですけど、ことかなというふうに思ってたんですけれども、うん、その私と今その話をした情報の担当者はですね、別にハニトラを食べちゃったわけじゃないんですけれども、いつもトントンって来るのに、あれこれ来なかったなっていうような形でですね、それでなんか他国のいろいろそういう情報担当者も中国なんか入ってるわけじゃないですか、でなんか同じホテル泊まってたんですって、で来たって聞いたら、いや来なかったねとか、そういえば来なかったね、そういうことはもう今まではもう必ずトントンが当たる、ね、いやそうですで私の知り合いはホテルのフロントだとか、ベルボーイとかに、俺日本人とかっていうふうにアピールしたそうなんですけれども来なかったそうです、はい、ちなみにハニトラの手口は分かってますかね、はい、いろんなことがありますけど、大体トントンでやって、はい、僕が聞いてるのは、はい、ガチャッと開けたら、はい、お花を持ってまいりましたっていうのが一つ聞いてるんですけど、ね、上のこと言われて、はい、花をお届けに参りましたって、はい、いや花が頼んでないって、はい、それ困りますと言われたんで、はい、お貸しくださいで行って花持って行ったら、はい、なかなか部屋から帰らないのね、あ、まあ、そういうパターンは聞いてるんですよ、いやもうあれですね、まさにそういうパターンでトントンって言って、うんうん、私が聞いたある政治家に教えてもらったパターンは、うん、まあ、その政治家の人もあれなんですけども、はい、恋には及んでないんですけども、はい、トントンって言って、うん、ガチャって開けて、うん、でまあもうすごい綺麗な女性が立ってるんですって、はい、でその人はこうやってバタンってすぐ閉めたらしいんですよ、うん、はい、俺はそういうことせえへんからなみたいな、うん、そういうと西の人なんですけども、うん、はい、でそうしたら、ストッパーこうドアストッパーかけるじゃないですか、はい、それでなんか寝てたらガチャ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 っていう風に言うんで、あ、また来たなって言って、ドアストッパーで止まるからいいかとかって言って、ただ合鍵でガチャって開けて、うん、ドアストッパーのところでビーンって止まるじゃないですか、はい、そしたらこの隙間からシクシク泣くんですって、はい、それで情にほだされると中に入ってきちゃう、こんなも聞きましたよ、その部屋に入る前に、はい、部屋に入る前に大体こう用心だと食事しますよね、食事してるこう酒とか食べ物とかに、いろいろ物入ってるらしいで、はい、だからそれ食べて部屋に戻ったら、なんかしなくて体がカッカカッカして、いわゆる再飲剤の再飲剤ね、だから中国3000年の歴史やからね、もういろんな漢方の飛躍がいっぱい入ってて、何かの角とかね、そうそう、ブラブラすんな、ブラブラすんな、なんかせんの俺か、なんか俺今日はちょっとなんかおかしいな、その時トントンって開けたらもう絶世の美女ですからね、でまたね、要は僕が聞くのは、はい、その政治家とかね、はい、そういう人の、そのどんな好みかまで調べてるらしい、つまり、タレントはどんな好みか、だからその好みの顔の女性が来るわけや、はあ、だから男が好みやったらそういう美男子が来るわけや、そうそう、男用もあるわけや、議員はあれ女に興味ない、あれ男に興味あるわけや、特に好きなのはジャニーズのこんな顔が好きやから、そんなやつが来るわけや、それあれですよね、なんかこう美女が来て、あれタイプ違うでとかって言ってガチャンってやったらなんかチェンジで来るんですよ、マジでチェンジで来る、やだな、もう俺は一人で足らねえ、それ来いよ言ったらね、さまざまなその情報をこう収集する、はい、スパイというかですね、そういう人たちもいるわけですけれども、ハニトラを今まで仕掛けてたのが、この去年行った時には、ハニトラ仕掛けられなかったっていうようなことで、割合その、なんていうか、沈静化というか、逆にもう向こうは、情報をそうやって取らなくても、もう十分取ったと。逃げたと。はい。いうようなことかなというふうに思ってたんですけれども、その私と今その話をした情報の担当者はですね、別にハニトラを食べちゃったわけじゃないんですけれども、いつもトントンって来るのに、あれこれ来なかったなっていうような形でですね、はい、それでなんか他国のいろいろそういう情報担当者も中国なんか入ってるわけじゃないですか、でなんか同じホテル泊まってたんですって、で来たって聞いたら、いや来なかったねとかって、そういえば来なかったね、そういうことはもう今まではもう必ずトントンが当たる、ね、いやそうです、そうです、で私の知り合いはホテルの、フロントだとか、ベルボーイとかに、俺日本人とかっていうふうにアピールしたそうなんですけれども来なかったそうです、はい、ちなみにハニトラの手口は分かってますかね、はい、はい、いろんなことがありますけど、大体トントンでやって、僕が聞いてるのは、ガチャッと開けたら、お花を持ってまいりましたっていうのが一つ聞いてるんですよね、はい、はい、
あの上のこと言われて、はい、あの花をお届けに参りましたって、はい、いや花が頼んでないって、はい、それは困りますと言われたんで、はい、お貸しくださいで行って花持って行ったら、はい、なかなか部屋から帰らないのね。あ、まあそういうパターンは聞いてるんですか。いやもうあのあれですね、まさにそういうパターンでトントンって言って、うんうん、私があの聞いたある政治家に教えてもらったパターンは、うん、まあその政治家の人もあれなんですけども、はい、あの恋には及んでないんですけども、はい、トントンって言って、うん、ガチャって開けて、はい、でまあもうすごい綺麗な女性が立ってるんですって、はい、でまあ、その人はこうやってバタンってすぐ閉めたらしいんですよ、うん、はい、あの俺はそういうことせえへんからなみたいな、うん、まあ、そういうと西の人なんですけども、はい、でそうしたら、でまあ、ストッパーこうドアストッパーかけるじゃないですか、はい、それでなんか寝てたらガチャ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 っていう風に言うんで、あ、また来たなって言って、まあ、ドアストッパー止まるからいいかとかって言って、うん、ただ合鍵でガチャって開けて、うん、ドアストッパーのところでビーンって止まるじゃないですか、はい、そしたらこの隙間からシクシク泣くんですって、はい、それで情にほだされると中に入ってきちゃう、はい、こんなも聞きましたよ。その部屋に入る前に、はい、部屋に入る前にこう用心だと食事しますよね、はい、食事してるこう酒とか食べ物とかに、はい、いろいろ物入ってるらしいで、はい、だからそれ食べて部屋に戻ったら、はい、なんかしなくて体がカッカカッカしてあのいわゆる催淫剤の催淫剤ね、だから中国3000年の歴史やからね、もういろんな漢方の飛躍がいっぱい入ってて、はいはいはい、何かの角とかね、そうそう、ブラブラすんな、ブラブラすんな、なんかしなくて俺か、なんか俺今日はちょっとなんかおかしいな、はい、その時トントンで開けたらもう絶世の美女ですからね。でまたね、要は僕が聞くのは、はい、その、政治家とかね、はい、そういう人の、そのどんな好みかまで調べてるらしい。つまり、タレントはどんな好みか、だからその好みの顔の女性が来るわけや、はあ、だから男が好みやったらそういう美男子が来るわけや、はあ